はい、それではまったりとバーパート行きたいと思います。とにかくきつい。もう夢を見とることは分かったしね、この二人ね。トビーは見てないっぽい。トビーだけ何もないのか。俺は悪夢とか見たことないっすね。まだやっぱだからその童貞感があるもんね。いい笑顔だなトビー。あ、わかります。実はエリカさんと今度、エリカさんとなんかなったら来るよ。始まるよ悪夢。本当に知らんよ。あのさ、私に隠してること。ないよ。ないです、ないです。そんなもんは結局隠し事をしてんのは俺の方だけ。いや分からんで、4割はあるんやで。今日は酒が回るな。でしょう。オーランドさん、え、浮気した子の方はどうすんだ。向こうは浮気と思ってないんだろ。ひどいことしてるよな俺。うん、けど俺のせいだし、逃げたりごまかす気はね。さすが。どうすんねん。明日浮気してた子の方に。あ、やっぱりそうなんや。綺麗な身になってからキャサリンに。やっぱりそっち行くんやね。うまくいくよきっと。あ、ありがとう。別れを告げんのか。ややな。噂なんてデタラメだ。呪いなんてクソくらいだって。でも最終着地点は絶対必要ですからね、ゲーム的には。どんなんだっけな、やっぱ思い出せへんねや。メルメル、どっち。まあまずはこれね、時計塔のアワードとある価値観の秘密。あ、これ見ましたね。はい、よし。ふう、酒が進むぜ。突然ですが、グラスの空いた。これめっちゃうまそうっすよね、見た目。ラムコーク作ってみよう、本当に。最も経験と技術を要するカクテルの一つは間違いなくブースカフェでしょう。はい、普通カクテルはよく、層にして並べるやつ。いけないカクテル。さまざまな色のお酒を比重に。ああ、はい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 、見たことありますよ。めちゃくちゃ難しいらしいですよ。下からね、重いの入れていくんですよ。これどうやって飲むのが正解でしょう。混ぜたら濁るし、混ぜないと。確かに。あれなんなん、あれどうやって飲むのあれ。そんな悩ましさこそがプースカフェの味わいなのかもしれません。え、答えはないのか。あ、答えはないんですね。まあ基本的にはその色の綺麗な比重の違うものを並べるためだけのカクテルやから、まあ正直味は期待できないと思うんですけどね。カクテルでいきましょうか。ラムコークな。日本酒頼む。俺ビールっす。ビール。いい。はい、すぐ持ってくるね。 Thank you。 はい、お待たせ。じゃんじゃん飲んでってね。ね、さっきの悪夢聞いてたんですか。本当なの。聞いてました。あんたたち、ちょっともう男どもがもう沈みに沈んどるな、これは。あいつらリンゼがなんか若干羊に見えてきたな。どこかで聞き覚えがあるような。トビ先輩見ました、あそこにあるラプンツェル。なんでお前が偉そうな。言ってんのか結構。なになに今のトップ。ジョニートップか。うマジかよ、絶対抜いてやるからな。先輩たちハマってるみたいっすね。いや、おもろいもん。あれめっちゃおもろいもん。あれエリカさん、マジ天使っすよ。はよ行けや、早く。ずっと悪魔の。悪魔でもいいっす。メル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 。K のキャサリン。もしかしてね、ヴィンセント、あなたもしかして何か良くないことに巻き込まれたとかじゃないの。もしそうなら今すぐ正直に言って。もうどんなことでも二人の問題でしょ。どうしよう、悪夢に巻き込まれてること言うか。大丈夫だから心配すぎだって。疑うような言い方するなよ。大丈夫だから何も心配しなくていい。ごめんな、いずれ全部話すから。ごめんな、心配ばっかりかけて。おやすみキャサリン、愛してるよキャサリン。おやすみキャサリン。
愛してるよはちょっと言い過ぎ。はい、セーディン、よし。言うてもあんまりね、どうなんやろ。もう結構 C のキャサリンに気持ちいってるんですけどね、俺的には。そんなバカでも開き直って。でもヴィンセントはでも K のキャサリンきっちり行こうとしてるから、そこはやっぱちょっと尊重したい、ゲーム的には。ヴィンゼイに用かしら、マーサに用かしら。ねえよ、用なんか。一応喋んねん。ねえ、あなたって許せないのは政治家の不正よね。いや、政治家の不正よ、政治家の不正や。物価の上昇はそらもう、誰やねん、ミスタージャスティンが取材、あいつか、取材っていうことは。それはミスアンナの親友だったと。へえ、絡んでるやん。ミスアンナを泣き止ませたのはミスターダニエルだと知って。ほう、絡んどるな。今朝はミスターアーチーが死んだわね。今朝はミスターモーガンが死んだわね。え、解放の時まであと2日ね。え、ミスターモーガン死んだ、うせやん。超楽しみ。また写真来てる。これ今日もお仕事ご苦労様、私ヴィンセントがお仕事の話する時の顔好きだよ。絶対こうちょっと褒めてくれるんすよ。もうこういうとこがもういいのよ。明日初デートだね、超楽しみなんですけど。こういうとこがいいのよ。映画の他にもいろんなところ回ろうね。うーん、回る。あーあーす、これもうどんな写真よ今の。ちょっと返信だけ、返信だけさせて、返信だけ、返信をしろっちゅうね。デートってことになるのかな。いや、まだ行くと決めたわけじゃ、だから写真は勘弁しろ。デートってことになるのかな、汗。俺らそういう関係でもなくない。まあとにかく明日な。緊張したらまたお腹が。ちょっと待ってよ、もっといいように、もっといいようなやつは。だから写真は勘弁しろって。デートってことになるのかな。まあとにかく明日な。よし、はい、よし、明日な。うう、ちょっと冷ために返しとるな。電話か。おっと、即かかってくる。早く出ねえと。はーい。メール来たらさ、我慢できなくなっちゃった。めっちゃ可愛い。映画っていうか初デート超楽しみなんですけど。やばー、いやもうどうしたらいいか。いや、あんま寝てなくてね。お仕事。いや、それもあるしね。それとも、いや、まあいろいろある、いろいろある。忙しいから。いや、いろいろ忙しくてね。たまにはお休み取っちゃいなよ。ていうか、そうだ、会社に行けなくなっちゃえばよくない。ちょっと待って。そしたら私ずっとヴィンセントに見てあげるよ。ああでも、こいつマジでちょっとやばいぞ。こいつに深入りするとやばそうな雰囲気やぞ。んなななななな、おやすみ。ふふふか、37かと思った。いやこれやばいな、なんか深入りするとやばそうな雰囲気あるな。さよならミスターモーガン、さよならミスターモーガン、私たちの、お前ら好きやったミスターモーガンのこと。っていうかミスターモーガン死んだってマジいない。これジャスティンですよね。 あなたですか。随分と具合が悪い。ちょっとミスターモーガンが死んだのよ。あ、いない、アンナしかいない。ちょっとアンナの話聞こうか。昨日変なところ見せてしまった。いえいえいえ、なんかあれさ、本当にいいのか。そう、あいつのこと好きなんだろ。愛し合ってるから何も問題ないなんて年は過ぎたでしょ、あなたも。でもさ。いやでも、あの人ね、養子なのよ。育てられた義理を。そうなんや。ずっと頑張ってきたの、重圧に耐えて。養子なんや。戦ってきたの。かわいそうな人なのよ。結婚できないことも、いつか他の人のものになることも。最初から
分かってたか。いやー辛い。その日が来ただけ。そうか。いやー元気出してくれよ。優しくしないで。いやー辛い。もうからか。ふう。大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫。まだ飲める。大丈夫。まだ飲めるわ。カクテル、カクテル。ラムコークな。はいはい、ただいま。持ってこい。あかん、もうあんな喋らへん。ふう、信じていいの？それ信じていいの？言いたくないけどさ、昼のあんた言ってること完全に変だったわよ。悪いけどあんなので説得されるほど私のお天気じゃないから、本当のこと話して。私たち一緒に暮らしていくのよ。いや言えへん、本当のことは言えへん。本当に解決した、信じてくれ。君に迷惑はかけないから安心していい。いや、メールありがとうな。気にしてくれてありがとうな。いや、メールありがとうな。うっす、うっす、うっす、うっす。もうこれで押し通す。これで押し通すしかない、基本。これでいく。ちょっと一回写真見る。一旦見て。ちょっとあのドエロいのみたい。なんかもう包帯巻いてるみたいな、もうおかしかったもん。一応見よう、一応見よう。見たいでしょ？絶対見たいでしょ？何これ、プレゼントやん。ちょっと照れてるやん、恥ずかしがって。ちょ待って、これちょ待って、ほんまこんなもん、いや無理ですってこれ。いやもうこんなもん、やべえ。コレクションがすごい、エロ本やんただの。これ捕まるで。いや逆になんか自分にだけやってんのかなっていうのが不安になるレベルやな。慣れて、やり慣れてすぎひんか。おかしいな、ちょっと。何に見えた？ちーやん。今夜は祭壇への道。祭壇への道。楽しみだな。なんだ？祭壇への道ですか。ふう、ジャスティンにも話聞いとこうかな。今日は疲れましたよ。事件とは別である女性を取材してきた。ダンサー。彼女は妊娠しているんですが、お腹の子の父親ではない男と。もちろん男には言わずにね。何か理由があるのか。なんで？妊娠したけれど誰の子か分からない。いやもうクソビッチやんけ。父親候補の男の中で最も人がよく鈍感な男に違いない。うわもう最悪やマジで。もう結婚相手は自分の子供と信じてせっせと養うわけです。知らない方が幸せでしょうね。けどなんか、いやもうでもこのパターンあるやろな。どんなカップルでも恋愛における全ての感情は時間とともに経過する。まあそうだそうでしょうね。ある説では恋愛とは酒やタバコへの常用性と似て、同じ量では刺激を得にくくなる。つまりお熱いのは最初だけ。これなるほど。まあまあそりゃそうでしょうね。まあ、大体わかります。ラプンツェルの秘密。バーのゲーム機で遊べるラプンツェルはなんとエンディングが一つじゃない。最後までクリアしたつもりでもまたトライしてみるといい。物語の真相へつながる鍵を見つけることができるかしら。じっくり遊んでみてね。へえそうなんや。面白いなラプンツェル、めっちゃ深いやん。結婚とは一人が二人になることです。うん、これ本当です。他人の人生を抱えるのは大変難しく大変怖いことです。まあね、特に男はそう思うよね。さよなら。あ、帰った。アンナ帰った。ところでヴィンセントさんもまだ悪夢を見てる口？見てる。あ、てかなんで思い出せねえんだ、毎晩だってのに。
今の世の中マリッジブルーは女性だけじゃないらしいですから。ああ、男性のマリッジブルーや。僕は女に全てを与えようと思うトム。だがその通りにされると今度は重荷に苦しむ。重荷に苦しむ。誰かの言葉です。そういうのはもう関係ない。分かったんだ。俺はキャサリンにそばにいてほしい。だからあとはけじめをつける。良い結果につながるといいですな。どうやってけじめつけんねん。あのスティーブの声、どっかで聞いたんだ。そろそろ帰るとしますよ。では失礼。ジャスティンお疲れ。ちょっとラプンツェルやろうかな。ではラプンツェルプレイします。よし、まあ3枚の壁を登る術は得たんやけどね。行こう。未だに9面を攻略できない。未だに9面を攻略できずに苦しむ。ほら、4を登る術を得たやん。あれをちょっとやってみよう。こうでしたよね。こうで、違うわ。こうで、こうよね。おわー、すげえこれ。あ、落ちた。あら？いや、これすごいっすよ、これ。落ちたな、でも。すごい技術。いけてるいけてる。だいぶ登れてきてるけど、この次どうする。考えろよ。こうか。よし、いけてるいけてる。登ってきた登ってきた。すごいすごい、マジですごい。きっとすごいと思ってくれてるはず。皆さん見てくれてる方、これはすごいぞ。マジすげえこれ。登ってきたぞ登ってきたぞ。よっしゃいった、よっしゃいった、よしやりました。めっちゃ嬉しい。やっとるやっとる。はい、1発2発3発と4発。おー、気持ちいい。やった。さあステージ10。うわうわ、いやでもそんな難しくなさそうに見えるけどな。単なる壁じゃないか。壊れやすいだけだろ。上がりゃいいんだよ。パプパプ。なるべく壊れないようにしていくのは絶対重要ですけど、上がりきってしまえば問題ないでしょ。これはどうなの。いや、これいきなり難しいな。この形どうなんこれ。いや、むずいっすね。いきなりむずいっすね。これね、引き出しといた方がいいっすよね。もう壊れるから、確定で壊れるから。ああ、これでいいのか。いったか。あ、しまった！アンドゥー。このフックは外せないので、こうやね。おっしゃー、おらし、よし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 、ここに来て冴える、ここに来て冴えを見せていく。よっしゃー、10面クリア。ふう、いやー、この自力でいけてる感がめっちゃ気持ちいいですね。さあ11。はい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 。いや、まず2階層目までは余裕やで。
ただ繋ぐんかなっていう感じもあるっちゃあるよね。これはここまではまあとりあえず登れますけど、ここがいきなりですな。足場がない。これでいい。あっちがない。こんな感じで、こんな感じでくっつけてずらして、向こうにも、向こう渡れますけど、この形からあそこが一個ね、一個行きにくくなってるんですよね。あそこをどうやって行くかなんやけど、なんすよね。だからこっち側からちょっとアクセスしていってみる。こういう感じで、はい、はーい、よし、オッケー。え、すごくない？急に成長したよ、これ。じゃあやっぱあのね、ぐるっと回るやつをね、教えてもらった。あの技がめちゃくちゃでかいんですよ。あれを思いついたというか、教えてもらって、めっちゃでかいわ。急激に登れるようになってるやん。いや、こんなん余裕やから。これ、あの技でも一撃ですからね。さあ、やっていこう。作っていく。あれ？あれ？嘘をつきましたね。ちょっと待ってください。違うぞ。違うぞ。ちょっと待ってくださいね。あれ？あれ？ちょっと待って、どうやるんやったっけ？これ引っ張って。いや、違う。これ引っ張って。これ、こうや。まあ、とにかくこの2段を、2段をキープしていけば問題ないんですよ。要は、こうですよ。とにかく2を意識して、作っていけば、ほっ、回り込んでこうですよ。でこうね。ほら、いけた。もうこれだけの問題だから、ほんとに。ここで降りてのこう、そしてこう、2を作って、引っ張ってこう、そしてこう。ほら、着実です。着実に、歩みは遅いが確実にいけるやつですね、これ。はい、オッケーです。どうだ、どや。まあ、あのポイントの方は全然見てないですけど、とりあえずまあクリア、クリアを目標として行かせていただいてるんですが、こんなスムージングなことあった？今まで。バッチリじゃない？ラプンツェル、葉っぱと交換のラプンツェル、お前のその変わった名は誰がどうしてつけたのだ？魔女の庭の葉っぱの名がラプンツェル。父母が盗んだ葉っぱの名がラプンツェル。魔女はその名を私につけた。過ちを忘れてしまわないように。はい。ちょっと何言ってるか分かんないですけど。さあ、13面いけるはずよ。あそこ階段がっつり作れるな。この一段目さえ上がってしまえばもうおしまいというような雰囲気はある。いや、もうじゃあ階段きっちり作っていく方向でいこうかな。先に出しておく。はい、
ここも先に出しておきましょう。潰れるとカナンからね。で、はいはい、潰しちゃうとガターンって全体が崩れるから、オッケー、よし、え、めっちゃ調子いい、バンバンいけるやん。ノーミスっすけど、まあまあ一部アンドゥーはやってますけど、14、まあ、ここも楽勝やな。左はもう取りに行かないですわ。左は取りに行かないようにしましょうね。もう行ってしまおう。まあ、取るだけ取るか、じゃあ。はい。あ、崩してもた。あ、でも結構崩してもた。大丈夫かな。このパターンだと、いや結構崩してしまいましたね。どうしようかな。このパターン辛いですよ。よし、あ、よしじゃねえわ、一個足りん、一個足りんか。一個足りんな。よし、諦めない、諦めなければ道を開ける。すげえ、今までだったら絶対諦めてるとこやのに、なんかいけそうな気がしたんです。すごくない、この成長。ちょっと見えてきてんちゃうの。15面、てかクリアどこやねん。あ、ちょっと高級アイテムあるよ、あそこ。あそこ足場きついんよね。足場地獄やで、これ。この足場を持ってきたいですけどね。こんな感じで運んでくりゃいいんでしょ、多分。足場を持ち込んでいく。足場を持ち込んでいく。そして、これで OK。 わあ、崩れた。さあラスト、向こう、向こう行くにはどうするか。この辺から足場を作っていくかな。こんな感じで行こうかな。よいしょ、ほい、あ、落ちるか、落ちてしまうか。あれ、くっつかなかったん、ちょっと予定外。あ、うん、あれ、マジかよ。え、な、どうなった今。あれあれ、どうなりました、挟まった。もう一回だ。引っ張って挟まったぞ。無理なんかな、ちなみに。無理っぽいっすね、これ。一回で壊れるもんね。あ、いけるわ。あ、無理か、無理や。さすがにぶっ壊れ案件やね、これは。あーあーあああ、これはさすがにひどいな。ですよね。やっぱちょっと丁寧に行った方がいいですね、ここは。もう一回、もう一回だ。左残していく方向で決めよう。あれ、どうやって取るんやろ。取ろうと思うと今みたいに消えちゃう。取れた今。ちょっと分かんないですね。
本出しといて、出しといて降りて、まあ、これで上まで上がります。あ、やってもた。足場いるね。あれやっぱさすが1000ポイント、足場を用意しとかないとあかんねや。もう無理だったりする。うん、まあいいでしょう。ラプンツェルとりあえず終了。まあかなりいきましたよ今回は。勇気の最高段階は危険に際しての大胆さである。はい、その通りだと思います。ということで今回この辺で終わります。見ていただいてありがとうございました。